ナチズムにおけるオカルティズムの項はナチズムの起源と様々なオカルトの伝統との関係についての広範な理論、推論、研究についてもべる。このような概念は少なくとも1940年代初期第二次世界大戦中から大衆文化の一部であり、1960年代から新たな人気を獲得した。このテーマに関するドキュメンタリーと本があるが、 最も重要なものは、ザ・モーニング・オブ・ザ・マジシャンズと、ザ・スピア・オブ・デスティニーである。ナチズムとオカルティズムは、多くの映画、小説、漫画、その他のフィクションでも取り上げられている。例として、映画、レーダース、失われた、アーク、世紀と、コミックシリーズ、ヘルボーイが挙げられる。歴史家のニコラス・グドリック・クラークは、アリオゾフィーの理念とナチスのイデオロギーとの間には、 実際に関連性があると論じた著作座、オカルトルーツ・オブ・ナチズムにおいてこのテーマを分析している。また彼は、このテーマについて書かれた多くの一般向けのオカルト歴史書の問題を分析した。彼は、ナチスという現象を不可解で悪魔的な影響の産物として表した多くの本に、存在するナチスのオカルティズムの現代神話から、経験主義と社会学を分離しようとした。 彼はこれらのほとんどを戦場的で研究不足であると考えた。歴史家のニコラス・グドリック・クラークの1985年の本ザ・オカルト・ルーツ・オブ・ナチズムはオカルトの思想とナチスの思想の間に関連性がある可能性を論じた。この本の主なテーマは1800年代から1900年代初頭にかけての民族主義的なドイツとオーストリアにおける 卑怯主義の主要な要素であるアリオゾフィーの人種差別的オカルト運動であった。彼は自分の著書を反動主義者、独裁主義者及びナチスの思考様式、それらの発展をめぐる神話、象徴、ファンタジーに関係したアンダーグラウンドの歴史と説明した。彼が歴史において未検証だった。このテーマに焦点を当てたのはファンタジーは信念、価値観、 社会集団の中で、ひとたび観光化されると、因果関係を獲得することができるからであった。彼は、フェルキッシュ運動を、1800年代後半に、ドイツ帝国で起こった多くの政治的、社会的、経済的変化に対する一種の、反近代主義、反リベラルな反応として説明している。彼の議論の一部は、都市の急速な工業化と流星が、 伝統的な農村の社会秩序を変え、その地域の全資本主義の考え方と慣例と衝突したということである。彼はドイツ系オーストリア人の民族的エリート主義的なハン・ゲルマン主義運動をオーストリアがビスマルクのドイツ帝国に含まれていないことに対する反応として説明した。クトリック・クラークはアリオゾフィー運動はフェルキッシュの思想を取り入れたが、 現代世界が偽りと悪の原理に基づいていることを証明するためにフリーメーソン、カバラ主義、バラ十字弾などのオカルトのテーマを追加したという見解を持っている。アリオゾフィストの思想とシンボルは第一次世界大戦後初期のナチスがミュンヘンで出現した後期ビルヘルム時代のドイツのいくつかの反ユダヤ主義及び民族主義グループに浸透していった。彼は 二人のアリオゾフィストとハインリヒヒムラーの間にいくつかの関連性があることを示した。ナチスが主に1920年から1945年までオカルト機関によってインスピレーションを受け運営されていたという文学上の戦場的なジャンルで広く論じられている固執した観念が存在する。グッドリック・クラークの著書のホイーはナチスオカルティズムの現代神話と題されている。 その中で彼はこのテーマに関する多くの一般向けの文献に対して非常に批判的な見解を述べている。彼によるとこれらの本は意識体とも遠い時代または離れた場所にいる魔術のエリートともみなすことができる隠された力によってヒトラーとナチスはコントロールされていたと説明している。彼はこのジャンルの作家を偽歴史家と呼んだ。彼はこのジャンルの本について 次のように述べた。これらの本は通常、戦場的かつ、研究不足だった。一次資料についての完全な無知は、ほとんどの著者に共通していた。強力なトゥーレ協会、ナチスの東方との関連性、ヒトラーのオカルトの儀式に関する完全に偽りの事実に基づいた豊富な文献が存在する限り、このジャンルに参画するものが、新たに出現するたびに、 不正確で粗暴な主張が繰り返された。グッドリック・クラークは2004年版のザ・オカルトルーツ・オブ・ナチズムの新しい序文で、1985年に彼の本が最初に登場した当時、ナチスのクロマツは、好調な売り上げを求める、戦場的な作家たちのためのテーマと考えられていたと、記した。彼の2002年の著作ブラックさんでは、 オカルト的なナチスのテーマの戦後時代における存続を追跡することを目的としていたが、グッドリック・クラークはこのテーマに再び取り組む必要があると考えた。彼はナチスのオカルティズムの分野をナチスの謎と名付けて本の一章を費やしている。このジャンルの発展に関する他の信頼性のある概要がドイツの歴史家によって書かれている。ザオカルトルーツオブナチズムのドイツ語版には ナチスのオカルティズムに関する推論の起源を1930年代後半の出版物まで遡ったナッツオヨナルズツヤリスムースーンとアカルタスメスという論文が収録されており後にその論文はグッドリック・クラークによって英語に翻訳されたまたドイツの歴史家であるマイケル・リースマンはアドルフ・ヒトラーの宗教的信念をテーマにした高い評価を得た彼の著作において ナッツオヨナルズツヤリスムスーンとアカルタスメスについての長い補説を書いている。グッドリック・クラークによるとナチスのオカルティズムに関する推論の起源は戦後におけるナチズムへの情熱である。西洋の精神を魅了するナチズムの恐ろしい魅力は数十年後に観察者の前に現れる現代史の不気味な幕合いから生まれた。ナチスドイツにおけるヒトラーの偶像化。 ヨーロッパ大陸での短命な支配、そしてナチズムの極端な反ユダヤ主義は、現代史の他の時代とは一線を画した。完全に、非宗教的な枠組みの外で、ナチズムは、現代の20世紀体制における悪の具現化であり、ヨーロッパのキリスト教共同体にきっかいな、異教世界が再来するかのように感じられた。1960年代前半までに、 ナチズムの神秘性ははっきりと感じられるようになった。その姿と象徴の戦場的で空想的な表現は、すべての政治的および歴史的文脈を切り裂いて、スリラー小説、ノンフィクション小説、映画の中に確実な地位を築き、大衆文化の環境に浸透した。ザオカルトルーツオブナチズムは、ナチスのオカルティズムの空想的な現代の描写に具体的に対処するとともに、 アリオゾフィーとナチスの機関との関係を見つける重要な学術的研究を入念に示したことで称賛されている。学者のアンナブ・ラムウェルは、ナチスのオカルティズムを確実な証拠や関連証拠を提供することなく、掘り下げた様々な文書、描写、及び制作された資料について言及し、ザ・オカルトルーツ・オブ・ナチズムという題名を勘違いして、この本が、 ナチス・オカルティズムの現代神話を述べ立てるものだと思わないでほしい。そういうものは同盟の保意の中で著者グッドリック・クラークが明快に一途両断している癒しい妄想の世界に属するものであると書いている。むしろ、グッドリック・クラークの研究を通じてアリオゾフィエの実践に関係したオカルト関連に対する様々な学問的批判が生じている。 歴史家のマーティン・ハウスデンとジェレミー・ノークスは、ある種のゲルマン文化に起源を持つアリオゾフィーの、イデオロギーと、ナチスの管理層にあった、実際の機関との間の関連性に、グッドリック・クラークが取り組んだことを称賛している。ハウスデンが述べるように、問題は、これらのアリオゾフィーの実践の有効性にある。したがって、この研究の真の価値は、ナチズムの原因的側面よりも、 個性を増長した本質的に魅力的なサブカルチャーの徹底した解明にある。この文脈において、私たちはまたもや中心的課題について考えさせられることになる。すなわち、オーストリアとドイツのオカルト信仰者がナチスの指導者と同じように、特別に攻撃的な人種差別主義的信念に非常な影響を受けたというよりも、より疲れたのは一体どうしてなのか。 と彼は述べている。ノークスはこの大まかな考察について感覚論になりがちなテーマであるナチズムにおけるアリオゾフィーの影響についての最終的な説明だけでなく19世紀後半と20世紀前半の私的風土に対する魅力的な洞察をもたらしたと締めくくった。これらの批評はナチスのオカルト信仰者の研究における最大のジレンマを反映している。すなわち、 ナチス指導者による考えうるオカルトの実践の実際の有効性、実践の目的、今日のオカルティズムの現代における概念と応用、それらを識別することは真実と思われるナチスのアリオゾフィーの実践と露骨な一般認識を結びつける上で適切な一般的学問に大きな影響を与える。グッドリック・クラークが作ったアリオゾフィーとドイツ社会の間のつながりは、 ピーター・メルクルのポリティカル・バイオレンス・アンダーザ・スワスティカでさらに詳しく説明されている。この本は、ドイツの政治において、ナチスの初期メンバーが抱えた意欲と理想についての、理路生前かつ統計に基づいた分析を行うために、1933年以前の、ナチスの様々なナチ党員が、回顧録やナチ党の対等についての回想を自ら、進んで書いたものである。 古いドイツの文化的及び歴史的伝統から恩義を受けていたドイツのロマン主義とみなされるものからフェルキッシュの信念に従ういわゆる北欧ヒトラーのカルトの一部として分類されるものまで強烈な国家主義を好むドイツ社会の中にあるイデオロギーの側面があることをメルクは調査結果から統計的証拠を通じて発見したこの点をさらに証明するために メルクルは進んで証言を行う人々のうち、プロテスタントはドイツのロマン主義、カトリック教徒は反ユダヤ主義、狂信的愛国者、連帯主義者である傾向があることを発見した。宗教的な同質性の領域は、反ユダヤ主義、または北欧ゲルマンカルトで特に高く、その両方の宗教グループのメンバーは、ユダヤ人の近くにいることで露骨な憎しみやヒステリーの、 いずれかが現れる、突然の暴力的な病気と考えられている、ジュダンコラーの傾向がある。偶然にも、ザ・オカルトルーツ・オブ・ナチズムの10年前に書かれていたにもかかわらず、メルクルは、この19世紀的な北欧ゲルマンの農村カルトと、秘密のナチスの伝統の関係に言及している。この現代の神話の一部は、グッドリック・クラークのテーマに直接関係している。 アドルフ・ヒトラーが8歳の時に、ハイリゲン・クロイツ修道院で、オーストリアの修道士で反ユダヤ主義の広報係で、あるランツ・フォン・リーベンフェルスにすでに出会っていたという、噂は、ジャン・ミシェル・アンジェベールのレ・マスティークス・ジュ・ソレイユに、遡る。このエピソードは、完全に想像の産物である。それにもかかわらず、ジャン・ミシェル・アンジェベールと、グッド・リック・クラークによって考察された他の著者たちは、 彼らの説明を真実として提示しているため、この現代の神話は、例として、ブリル教会や、カールハウスホーファーのオカルトとの関わりについての噂についての陰謀論に似た、いくつかの伝説をもたらした。最も影響力のある本は、トレバー・レブンズ・クロフトの、運命の槍と、ポーエルト・ベルジェの、神秘学大全であった。ナチスのオカルティズムの最も初期の主張の一つは、 ルイス・スペンスのオカルト・コゼス・オブ・ザ・プレゼント・ウォーに見られる。スペンスによれば、アルフレート・ローゼンベルクと彼の著書、20世紀の神話は、ナチ党を動機づけた、異教、オカルト、ハンキリスト教の概念を促進させた原因となった。悪魔に憑依されたヒトラー・ヒトラーへの悪魔からの影響について、ヘルマン・ラウシュニングのヒトラースピークスが情報源として挙げられている。しかし、 現代の学者のほとんどは、ラウシュニングに信頼性があるとは考えていない。クトリック・クラークは、最近の研究は、ラウシュニングの会話がほとんどでっち上げであることをほぼ確実に証明したと要約している。ラウシュニングと同じく、ヒトラーの幼少時代からの最も親しい友人の一人で、あるアウグスト・クビーツェクは、当時17歳だったヒトラーが、ドイツを、 かつての栄光に戻すことについて語り、その様子は、まるで彼とは別の存在が彼の体を通じて、話しているようであり、そのことは私だけでなく彼の心も動かしたと、述べている。2003年5月号のザ・アトランティックに掲載された、ティモシー・ライバックの記事ヒトラーズ・フォー・ゴットン・ライブラリーは、ヒトラーの施設図書館の蔵書のエルンスト・シェルテルが、表した本について言及している。無 ダンス、オカルト、ヌーディズム、BDSM を興味の対象としてたシェルテルは1933年以前に性の革命の運動家としても活動していた。彼はナチスドイツに7ヶ月間投獄され、博士号は取り消された。彼は1923年に彼が表した本、マジック・ヒストリー。 セオリープラクティスの禁定本を1920年代半ばにヒトラーに送ったと考えられている。ヒトラーは自分の中に悪魔の種を持っていないものは決して魔術の世界を生み出すことはないだろうという節を含む広範囲の節に印をつけたと言われている。第二次世界大戦中、新知学者のアリス・ベイリーはアドルフ・ヒトラーは彼女が ダークホーセスと呼ぶ者に寄りつかれていると述べた。彼女の追随者であるベンジャミン・クレームはヒトラー。したがってナチスは政治の観点から新世界秩序を追求したと言えるだろう。しかしヒトラーとトゥーレ教会が共謀して新世界秩序を作ろうとしたという主張は全く根拠がない。アレースター・クローリー第二次世界大戦中に オカルティストのアレスター・クローリーがヒトラーと接触しようとしたという検証不可能な噂もある。いつかの疑惑と憶測はあるが、そのような接触の証拠は存在しない。1991年、クローリーの遺作管理人の一人であるジョン・サイモンズは、ザ・メドゥーサ、エス・ヘッド・ア・カンバセーションズ・ビトウィーン・アラステア、クローリーアドルフ・ヒトラーという本を出版したが、これは、 フィクション小説であることが明確に示されている。この本の発行部数が350部に限定されていることも、このテーマに関する謎を深める一因となった。クローリーとヒトラーの接触については、1949年10月29日に、ルネゲノンがユリウス・エボラに宛てた手紙でも言及されており、後に多くの人々に広まった。エリック・ヤン・ハルッセンテレビバンクミ。 ヒトラーザ・オカルトにおいて、ヒトラーが1927年3月に演説を再開した後、彼がいかにさらなる権威とカリスマを授けられたように見えたかを説明する際、このドキュメンタリーは、チサト里ンの持ち主かつパブリシストのエリック・ヤン・ハヌセンの影響による可能性があると述べている。 ヒトラーが大群衆の前で演説する際に有用な一連の誇張されたポーズを完成させるためにハヌス戦が一役買ったと言われている。ドキュメンタリーではこの後にヒトラーとハヌス戦の接触についてダスティス・クラーにインタビューし、ナレーターは洗脳と群衆支配のオカルト的技法についてコメントする。実際にヒトラーがハヌス戦に会っていたかどうかは定かではない。 1927年3月以前に出会っていたか、どうかも、ハヌス戦に関する他の資料によって確認されてはいない。1920年代後半から1930年代、初頭に、ハヌス戦は、自身の新聞であるホナソンズ文テ冒金者において、政治予測を行い、徐々にヒトラーを支持し始めていたが、1932年の終わりまでに、これらの予測は変化した。 例えば、1929年に、ハヌッセンは、ビルヘルム2世が1930年に、ドイツに戻り、1931年に、失業問題が解決されると予測した。ナチスの神秘主義、オカルティズムとサイエンスフィクションドイツ文化における、ナチスの神秘主義は、学術雑誌のサイエンスフィクションスタディーズに掲載された、マンフレット・ナグルの記事 SF、オカルト・サイエンシズ。 アンドナチミスにおいて、さらに詳細に述べられている。その中で、ナグルは、エドモンド騎手による、ザ・ラスト・クイーン・オブ・アトランティスのような現代ドイツのサイエンス・フィクションで説明されている、民族的な物語は、アリオゾフィー、アーリア主義、そして歴史上の民族的神秘主義の後押しにより、民族的優位性の概念をさらに進めたと、記しており、オカルティズム、アリオゾフィー、または、 アーリア主義に関連する著作は、単に文化遺産を確立するよりも、むしろ社会政治的な慣習に影響を与え、正当化することを目的とした産物であったことを示している。これらの著作のストーリー自体は、洗練された非常に強力なテクノロジーを持つ、運命によって選ばれたヒーローやカリスマ的リーダーを扱っている。ナグルはザラストクイーンオブアトランティスのような、 SF 作品は占領下の東ヨーロッパ地域におけるナチスのエリートをさらに正当化するものとしてアドルフ・ヒトラーやハインリヒ・ヒムラーなどのナチスの指導者たちの暴力的なまでの説得力をさらに強めるものであると考えていた。これはナチスのイデオロギーに対する公的支持を増加させたと言われており、ナグルによって理性と意識の時代から離れ無誘病的。 確実性の時代、調理性的魔法の時代への途方もない文化の転換と要約された。ザ・オカルトルーツ・オブナチズムのドイツ語版に収録されているエッセイでは、卑怯研究を出版するオーストリアの H.T. ハクルが国家社会主義とオカルティズムに関する憶測の起源を1940年代初期のいくつかの作品に遡った。彼の研究は、アンノーンソース。 ナショナルソシアリスムザ・オカルトという短い本で出版され、グッドリック・クラークによって翻訳された。クルトバン・エムセンというペンネームの作家は1933年の時点でヒトラーを悪魔的性格と表現したが、彼の作品はすぐに忘れられた。ヒトラーがオカルトの力に従っているという考えは後に多くの作家が取り入れたが、最初にほのめかしたのは、 フランスの密伝キリスト教主義者のルネコップである。1934年6月と1939年4月に、秘境についての月刊誌でチャリオットで発表された2つの記事において、彼はヒトラーの力の源が超自然的な力にあることを突き止めようとした。2番目の記事のタイトルは、エル・イニッヒム・ジュ・ヒトラーである。ハクルは、1930年代の他のフランスの 秘境の雑誌からは同様の考察を見つけることができなかった。1939年、フランスの別の作家、エドアール・サビーが、ヒトラー・イレ・フォーセス・アクルトという本を出版した。この時点で、サビーは、ハヌスセンと、イグネーシャス・トレビッチ・リンカーンについて言及している。ハクルは、エドアール・サビーが、ナチスのオカルティズムの神話の著作権を、 持っているというような意味のことを遠回しに述べてさえいる。しかし、1939年のもう一つの重要な本として、ヘルマン・ラウシュニングのヒトラーとの対話の方が有名である。その本では、ヒトラーは彼を連れ去った力に身を委ねた、彼は呪文に身を委ねた。それは、象徴的な比喩ではなく、正当な理由により、悪魔の魔術と言えるものであったと語られている。 クトリック・クラークは1960年から1975年にかけて書かれたナチスのオカルティズムについての本を分析し、それらは概してセンセーショナルで研究不足があった。このジャンルの決定要素と説明参照の最終的な論点は過去の国家社会主義の歴史家には隠されたままの作用因子であるゆえ、彼はこれを偽の歴史と称している。 この文献の特徴的な傾向は、一時資料に対する全くの無知及び、完全に嘘の事実でさえ確認しようとせず、不正確な発言と乱暴な主張が繰り返されることである。下記は、ザ・オカルトルーツ・オブ・ナチズムの付録 E で、誤りが暴かれた本である。グッドリック・クラークの著書で上記の本は、付録においてのみ言及されており、 著作においてはこのジャンルの文献を出典としておらず、他の資料が使用されている。ザ・オカルト・ルーツ・オブ・ナチズム以降に出版された下記の本は虚偽であると証明された主張を繰り返し続けている。ナチス・ドイツの終焉から70年以上が経ち、国家社会主義とアドルフ・ヒトラーは歴史ドキュメンタリーにおいて繰り返し取り上げられるテーマとなっている。これらのドキュメンタリーの中には、 ヒストリーチャンネルのドキュメンタリーヒトラーザ・オカルトのようなナチズムとオカルティズムの潜在的関係に特別に焦点を当てたものがある。このドキュメンタリーはヒトラーのオカルトの力の証拠として、例えばニュルンベルク裁判でのヨアヒム・フォン・ディッベントロップによるヒトラーへの継続的な従属についての悪名高い声明を提示している。作家のダスティス・クラーが ヒトラーの自殺は4月30日から5月1日にかけての夜、つまりバルプルギスの夜に起こったことを指摘した後、ナレーターは次のように続ける。ヒトラーの死によってまるで呪文が破られたかのようだった。ヒトラーの自殺のはるかに説得力のある理由は、ロシア軍がすでに相当地下号の数百メートル以内に近づいており、彼は生け取りにされるのを望まなかったというものである。 1934年、ナチ党党大会での大群集を前に演説する、ヒトラー学問的な歴史の観点から見ると、ナチズムに関する、これらのドキュメンタリーは、ナチスとネオナチの研究において生じる問題への、実際の理解には役立たないため、注釈があったとしても、疑わしいものとみなされている。特定のドキュメンタリーについて言及したものではないが、現代の分離独立運動組織を研究する。 歴史家のマッティアス・ガーデルは次のように書いている。第三帝国を描いたドキュメンタリーでは、ヒトラーは大魔術師のような存在である。通常これらのドキュメンタリーには、ヒトラーが大群衆を前に演説するシーンが含まれている。ヒトラーが叫ぶカットと、ハリ中ジの印の下で連帯が更新するカットがミックスされる。クライマックスに近づく彼の演説に翻訳を表示する。代わりに、 別の何かについて話すスピーカーのシーケンスが重ねられる。これらすべてが組み合わさって、ヒトラーは無意識のドイツ人をゾンビ化したメ使いとなるように自爆する邪悪な魔術師として悪魔のように描かれ、連合軍の勝利がその自爆を解放すると、突然ドイツの一般大衆からナチスが消え去ってしまう。このイメージが正しければ、どれほど便利なことだろうか。 国家社会主義は、ニンニクで打ちまかすことができるだろう。数人のバンパイやキラーに監視団体の仕事を任せて、人種差別反対主義のコミュニティプログラムに当てられている人員を他の何かに向けることができる。しかし、真実は、数百万人の一般的なドイツの労働者、農民、実業家が国家社会主義を支援したということだ。 彼らはおそらく自分たちが善良な市民であると考えた人々であり、それは彼らが単なる悪魔だっただけということよりも、はるかに恐ろしいことである。ヒトラーザ・オカルトには、ヒトラーが大群衆の集会で演説していると見られるシーンが含まれている。ヒトラーの演説が翻訳されずに、シーンが続く一方で、ナレーターはドイツのオカルト信仰者であり、ステージにおける、 メンタリストでもあるエリック・ヤン・ハヌス戦について次のように語る。オカルト信仰者は、ハヌス戦がヒトラーに洗脳と群衆支配のオカルト的な技術を授けたかもしれないと信じている。歴史家たちはエリック・ヤン・ハヌス戦に関するこれらの神話を否定している。少なくとも一つのドキュメンタリー、ヒトラーズ・サーチ・フォー・ザ・ホーリー・グレールには1939年のドイツによる チベット遠征の映像が含まれている。このドキュメンタリーは、それを SS の最も野心的な遠征と説明している。このオリジナルのビデオ素材は、1994年のマルコ、ドルチェッタのシリーズイルナジースもエセテリエコで、再び入手可能になった。ドルチェッタがシェーファーに行ったインタビューは、ナチスのオカルティズムの説を裏付けるものではなく、 同様に、ラインハルト・グレーフェの1995年の記事、ティベトフォーシュニ・ム・エス・エス・アーネン・エルベは、オカルトのテーマに言及しつつも、説を裏付けるものではなかった。ハクルは、グレーフェは、ベルジェとポーエルや、アンジェベールなどの作家たちの信頼性の無差を、もっと強調するべきだったと意見を述べている。エルンスト・シェーファーの遠征報告は、アジア、特にチベットでの、イカサマ氏の大軍による、 無価値の行動について明確に述べている。ドイツ語英語、ありがとうございます。